ちょっと考えてみまして、これはちょっと皆さんにもディスカッションに参加していただきたいので、ぜひ手とか挙げてほしいんですけども、かっこいい大人の定義っていうことをちょっとこのままバババッといくと、僕いくつかこういうですね、なんかキーワードをこうバババッとやってるんですけども、いくつかキーワードで示してみてるんですけども、多分ここは年齢的なギャップもあると思うんですが、皆さんの言うかっこいい大人ってどういうイメージとかってありますか？でちなみに僕は、1967年生まれなので、こんな顔してますが実は45歳です。結構なおっさんなんですよ。ですから割とコンサバな思考の持ち主ですし、生まれた時というか社会人になった時には携帯電話は存在してなかったですね。ですから、いろんなプレゼンテーションの中でも言っているニコニコの中のユーザーとしてはかなり、先天的ではなくて後天的な部類なんですよ。ですからネイティブにネットワークのことに馴染んでるかというと実は全然そんなことがなくて、結構面倒くさいことは嫌いです。で先日もメールのですね、メールに関する取材を受けたものですね、あんまりメールってうまく使いこなせてないんですね。どちらかというと、まあ、もうチャットでいいやぐらいの関心にはなっていて、それがいいか悪いかは別として、すごくそのデジタリックなものを活用できているかというと実はそうでもないですね。多分皆さんの方が100倍ぐらいうまく使ってたりとかしますね。でそんな僕のかっこいいっていう定義になると、割と皆さんからすると結構古臭いのかなっていう気もしているんですけども、なんかこうイメージとかってありますか？あるいは今日来ている講師の方だったりとか、まあ、仮に僕のことをかっこいいと思ってくれてるのであれば、どういうところがどういうふうにかっこいいのかっていうのは本当に聞いてみたいなと思っているので、なんかそんな話がこうざっくばりにできると実は面白かったりとかするのかなというふうに思ってるんですけども、どうでしょうか？話しづらいですよね。で刺したりするのは僕は別に好きじゃないのでこのままいきますで何かしらまあ、ニコニコ動画的に一番こうコメントとかができたりとか、ツイッターとかがここに表示されるのが一番いいんだと思うんですけども、ちょっとなかなか今日は用意ができていないので、なんとなくこう思いついたことがあるのであれば普通にボソッと喋ってもらって構わないですから、そんな感じでぜひいければいいかなというふうに思ってます。でかっこいいかっこ悪いっていうのはちょっと別なんですけども、そのだんだんこうなんていうのかな、大人になっていったりとか仕事に馴染んでいった時に、やっぱり僕重要だなと思うのはですね、今ここで皆さんの意見を聞いてみたいって言った瞬間にやべえって思うじゃないですか。思うんですよ絶対。みんなの前で何か喋れって言われたら絶対嫌ですよね。僕も嫌なんですよ。今ここでこうして喋ってること自体は別に好きじゃないです。実はあんまり好きじゃないですね。得意だと思ってないんですよ。で皆さんの顔見ても、あ今日も面白いと思われてないなと思って喋るのが本当に苦痛で、次の言葉をこう考えるんですよ。何を喋るとこう受けるんだろうかっていうことを、やっぱり僕だけじゃないと思うんですけど、こういうところに立つ人ってすごく考えて喋ってると思うんですね。でそれはまあ慣れの問題でそういう思考が出てくるはするんですけども、ただ今やっぱり皆さんにもそういう場面ってもしかしたら出てくるよって言った瞬間に若干こう緊張するわけですね。まあニコニコ動画にコメントを書き込むときも僕も実は緊張するんですよ。絶対なんか誰かに対してバカって書いても絶対自分にバカって返ってこないって分かってにもかかわらず、なんか入力しようとした瞬間に軽い緊張感って走りますよね。あれってすごく重要だなって、やっぱりニコニコ動画を始めてからというわけではないんですけども、やっぱりそういう緊張感っていうのを常日頃持つっていうことが結構重要かなと思っていて、でそれはなんかね結構自分なりには努力するようにはしてるんですね。ですから得意じゃないんですよ本当に、こういうところに立つのなんですけども、あえて割とこう僕売り出し中ですって言っていろんなところに声をかけてはですね、こういうところに立たせていただくような機会をなるべく作るようにしてるんですね。でそうなってくると何が起こるかっていうと、かっこいいかどうかっていうのは分からないんですけども、やっぱり自分に対して何かしらの磨きをかけようっていうことが、まあ、潜在的というよりは当たり前のことなんですよね。やっぱり人から見られた時にどう思われるかっていうことをことさらにこう意識しなければいけない場所にこう立ちますから、そうすると立ち振る舞いもそうだし、例えば今僕喋る時にこう手を使ったりとかもそうだし、皆さんのなるべく顔を見るようにしたりとかっていうことは嫌なんですよ嫌なんですけど、本当は下向いて原稿読むのが一番楽なんですけども、そういうわけにもいかないですから、それによってなんかこう適度な緊張感を自分にこうなんていうかな、与えることによってやっぱり人から見られておかしいと思われないようになっていったりとか、あるいはもしかしたらかっこいいと思ってくれる人もいるかもしれないだったりとか、あの話は参考になったよっていうようなことにつながっていくのかなっていうことを、まあ、やっていってるっていうのがありますね。でどうなんでしょう、やっぱりこういうところにこういうところでこういうカリキュラムを聞いていただけるっていう方はやっぱりそういう思考の強い方でもあると思うので、やっぱりなかなかその機会っていうのは待ってても来ないと思うので、自分でなるべくそういう機会をキャッチアップしてそこに出ていくっていうようなことは
やってた方がいいかなというふうには思いますね。本当に難しいことだと思うし、そういう方たちのことを僕は本当に尊敬するんですよ。ですからいろんな人の前で登壇して喋ってる方っていうのは本当に素晴らしいなと思っていて、でその人が声が震えていようがですね、下向いて喋ろうがですね、やっぱりそこに立ってそれをやってるっていう行為そのものに対しては非常に敬意を表することができると思っているので、そういうことができるであったりとか、そういうことを称えられるっていうのはすごく重要かななんていうふうには思ってますね。ですから問答無用でですね、スタイルはともかく人前に立って喋る人はかっこいいというようなことが一つ僕の中の結論としてはあるんですね。で、どうぞ、なんか喋れたければどうぞで、いくつかですね、持って帰ってもらいたいキーワードは、まあ、いくつ先ほど羅列した中にもありまして、結構最近僕が重要だなと思っているのはこの常識と非常識っていうのが結構あってですね、まあ我々は正しいことをせよと言ってですね、ずっと育てられてきてるんですね。まあゆとりの世代になって少数って以下がなくなっちゃったりとかした段階で何かが欠けてしまったこともあるのかもしれないんですけども、とはいえおおむねですね、正しいことと正しくないことっていうのは結構そのボーダーラインっていうのがなんとなくなんですけども、明確にこう一般社会とですよ分かれていて、その中で僕らは正しいと思われることっていうのをひたすらやってこいというふうに言われてきていると思うんですね。で、それはそれで別に否定するつもりは全然ないんです。ないんですけども、皆さんが、なんていうのかな、もっともっとこう社会に出てアイデンティティを出していきたいとか、自分なりの何かをこう引き出したいと思っているときに、この非常識部門といったところにちょっと目を向けてほしいなというふうに思ってるんですね。で、非常識の中には結構、非常識エリアの中は結構宝の山でして、まあいわゆる現代社会の常識と非常識のボーダーラインというのはいつ引かれたかみたいなことっていうのを紐解いていくと、非常識部門の中にですね結構宝が埋まっているということはなんとなく分かってるんですね。で、その現状でいうところの常識と非常識っていうのは多分戦後からですね、まあちょっと先、ちょっと手前ぐらいか、まあ現状に至るまでというふうに言ってもいいですね。そういった日本のコンサバなですね、政府と社会によって割とこうなんていうかこう線が引かれてきていると思うんですね。まあ人の悪口を言っちゃいけないとかですね、罵詈雑言を吐くなとか、まあ、そういった類のことに近いんですけども、そういった意味では例えばインターネットみたいなインタラクションをするですね、こう世の中バーチャルな世界というのが広がってきた中で、今までは例えばそのテレビみたいなメディアで一方的にこれが常識ですよ、常識の範囲ですよっていうことを刷り込まれてきたことが正しいエリアのものだったと思うんですけども、必ずしもそうじゃないかもしれないですね。で、その裏に隠されているものというのをどんどん紐解いていく、僕らは情報力と、まあ、自由度というのを手に入れてですね、例えばインターネットっていうものの中で、ですから実際、まあそうだな、いろいろと物議は醸すかもしれないんですけども、震災とか原発の報道が正しくないのではないかとか、まあ例えば国や行政の言ってることというのは必ずしも正しくないのではないか、実はこういう事実もあるよねっていう、いろんな事実っていうのを見比べた中で自分なりに正しいと思われることっていうのを選択できるようになってくると思うんですね。ただそれっていうのはいわゆる大本営からすると正しくないっていう認識にはなると思うんですけども、それっていうのはともするとこの非常識エリアの中に入っていっちゃうと思うんですよね。なんですけれども、その非常識をきちっと全うする、あるいは本来は今までは非常識の中に入ってたかもしれないけども、実は常識エリアの中に持ってってもそんなに遜色ないんじゃないのっていうことを見極めていくことによって、その部分っていうのは手つかずに残ってるんですよ、いろんなものが。まあそれはビジネスもそうだし、サービスもそうだし、アイデアもそうだと思うんですよね。ですからそんなことやるのっていうふうに言われるかもしれないけれども、そこを着手することによって、実はそこに対してのパイオニアになったりとか、そこに対してのまあ代表的なキャラクターライズがされたりとかっていうことは結構あるので、そういう視点を持っていくと、なんていうのかな、ある意味こう不用意に目立つことができますので、そうするとやっぱりこういう場所に立つ方が可能になってきますから、そこでまたかっこいいにつなげていくっていう、ちょっと無理やり感はあるんですけども、そういう機会にはなるのかなというふうには思ってます。ただやっぱりこれから皆さんどんどん活躍していかれる方たちだと思っているので、そういった意味では活躍の場っていうのはですね、そんなにないと思うんですよ。でよくこう本を開けばですね、まあ、隙間だったりとかですね、アイデア勝負だとかっていろいろと書いてあると思うんですね。ただおおむねはですね、我々によっても掘り尽くされてますから、あるわけないんですよ。そう簡単にそんなにない、そう簡単にですね、なんかこうビッグチャンスだったりとか機会というのはそんなにないですから、まあ、そういった意味ではなんかこうあえて非常識っていうようなエリアを掘り起こしてみるみたいなことっていうのは一つありかななんていうふうに思ってるんですね。まあそういった意味だと、まあ、チャンス、過去、機会ですね、こういったものっていうのは本当にさりげない
まあ、よく言われることだと思うんですけども、僕もやっぱり日々こういろんな人と話をしていて、多分なんていうのかな、すごいこう自分なりに難色を示すことってあると思うんですね。何か頼まれ事をしたりとか、これをやらなければいけないって言った時にすごい苦手意識があったりとか、あるいはこれやばいな、要するに自分に災難が降りかかってくるじゃないか、まあ、今遅れた理由も実はそれに近いものなんですけども、それに手を出すことによって自分が責める可能性もあるとかですね、そういう類のことっていうのは実はチャンスなんじゃないかっていうふうに考える、あるいはそういう客観分析をしたりとかっていうことを結構していくことが重要かななんていうふうには思ってるんですね。でそれって結局さらにつなげると困難に巻き込まれる、はい、こんな感じなんですけども、誰もがですね、なんだかんだ言って、そうだな、あんまり例えば良くないかもしれないですけども、エヴァンゲリオンのシンジ君になったりとか、ガンダムのアムロ君になったりとかっていうことをやっぱり望んでると思うんですよ。でそれって基本的にはやっぱり困難に巻き込まれることなんですよね。ただ彼らは規制ずして真面目にやってるんだけども巻き込まれちゃった系なんですよね。ただそこに皆さんやっぱり憧れてはいるんですが、なかなかそういう機会ってないんですよ。やっぱりある日ですね、君があれに乗れみたいな話っていうのはなかなかないので、そういった意味では巻き込まれていくっていうことはでもできるんですよね。まあ望んでそればっかりやれとは言わないんですけども、ただそういうところにこそやっぱりああいったヒロイズムっていうのは存在するでしょうし、そこにこそチャンスっていうのはやっぱりあるのかなっていうふうに思ってですね、なるべくこういろんなことに対して目を皿のようにしてですね、物事を見ていく、要するに特に自分の周りに身の回りに起こることですね。でそれの積み重ねです、結局は。で最終的に自分で困難と思われることに巻き込まれてばっかりいようとする、こうポジティブに巻き込まれていこうっていうことが重なっていくと、あいつは困難に巻き込まれやすいのであいつに頼もうっていう話になってくるんですよ。だんだん逆転して周りの評価というのがね、そうすると割と難しい仕事であったりとか、まあ要するにハードルが高いことですね。でそれっていうのはその分成果としても大きいもの、要するにハイリスクハイリターンが多いですから、そういったものというのをあいつにやってもらおうじゃないかと、要するにそれだけ自分でポジティブにそういったものに対して立ち向かえっていう思考が持ってるのであれば、仮に失敗したとしてもまあしょうがないなって思ってくれるんですよ。失敗しちゃダメなんですけど、ただそういう感じで人にアピールをしていくっていうことはまあ結構必要かなというふうに思ってますし、結局そういうことを繰り返していくと勝手に巡る機会っていうのは結構分かりやすく自分の目の前に現れるようになってきますので、まあ、それをなんかこうなんていうのかな、嫌がらずにこうあえて渦中の栗を拾いに行く、まあ僕らの会社の中では結構その渦中の栗を拾いに行くみたいな話っていうのは、たくさんありましてですね、誰もこう燃えたぎった栗をさ握りたがらないので、それをグッとこう掴みに行くわけですね。で大体その握っちゃった連中はまたやっちゃったなみたいな感じで、まあ後悔はするんですけども、やっぱりそれはそれで次のチャンスにつながると思って、それぞれがやっていくということが非常に重要かな。まあ少なくともそれやったからといって死んじゃうようなことはないですから、いろんなことにはチャレンジしてみるのがすごくいいかなというふうに思ってます。自分の体験談を今日は別に話そうとも思っていませんので、ぜひこう皆さんにやってほしいことというふうに考えると、今にしてこうそれこそ先ほど言った45歳にして思うこと、社会人だってですから僕二十何年経つんですけども、やっぱりいろんなことに対するそのチャレンジであったりとか、っていうのはもっと早めにたくさんしておくべきだったなということをやっぱり今の年になってすごく思うんですね。いろんなものがなんとなくその時に面倒くさいとかちょっとなんかリスキーだなって自分で勝手に封じ込めてしまったものっていうのはすべからく機会損失なんですよ。オポチュニティロスとかっこよく言うと。なので少なくとも自分が完全に疲弊してダメになっちゃわないと思わない限りのものなのであれば、いろんなものに対してどんどんチャレンジしていったりとか体験していく、まあ、人とも出会うっていうことはやっていった方がいいのかなというふうに思います。